な気温じゃ無理だって。いやだから大体雨の時みんな回りたがらないじゃん。もうだって雨降ったらキャンセルするじゃん。え、みんな。いやでも番長もそうだけど、でも雨でも行きたい人は行きたいじゃないですか。いや雨で行くって相当ゴルフ好きな人よ。それかあの小暮みたいに雨苦手で俺ワンチャンスねえかって思っちゃった。いやだから俺は嫌だけど皆さんが勝てるからと。そう。でも試合じゃないと、雨が下手みたいな言い方しないと。試合じゃないとやっぱこんだけ雨降ったらいかねえよな。だってもうやめようってなるよな。だって今ヒートテック着て15度。いやさすがにヒートテックは早いって。ちょっと待って、だからもう脂肪がないからだよ。いやそうじゃなくてカリカリくんだよ。15度で雨でしょ、でコース行って手かじかむでしょ、で今日北風でしょ、もう 100% スコアつけない。いや俺がつけるスコアつけない。なんでだからさ、なんでみんなスコア、あのベストスコア毎回求めるんですかね。いやだからお前みたいにバンタビさ週1ぐらいでゴルフ行けるんだったら。いや週1行ってない。いやまああのねあれだけど、やっぱ月1とかだってやっぱベストスコア出したいじゃん。いやだってベストスコアっていうのもコースも違うし条件も違うし。いやそれでも一緒だよ。だからやっぱりだからメモするんですよ、このコースのベストスコア、このコースのベストスコアってやってかないと。基準をそうしないといつもベストスコア求めたって。いやまあそれはそうだよ、だからコースレートっていうのがあるんだけど。でもさやっぱりそれは月1とかのさ人が多いわけだから、やっぱその1回にかけるわけよ。だから違う違う、だからこのコースのベストスコアを求めればいいのに。で初めてのコースはそれは無理ですけど、その例えば僕が浜野のベストスコアを、いやお前何百回って回ってんじゃないか浜野。浜野のベストスコアを例えばオークビレッジで出せってたら無理なんだから。いやまあそれはそうだよ。だったらオークビレッジのベストスコアをもうとかさ、逆にワーストスコアをあの要は叩かないようにした方がいいってことでしょ。いいこと言いますね、うん、確かに。そしたらまあ小暮みたいな硬いゴルフになっちゃうから。いいじゃん僕のゴルフなんだもん、硬いのがゴルフなんだもん。硬いのねって言われちゃうよね、みんなね。硬いのがゴルフなんだもん。え、硬くしないですかゴルフ。え、ゴルフは硬いもんですよ。俺硬くゴルフしたことねえの。いや、ガチガチ超ガチいや、パッティングだけね。だってさ、パッティングだけガチガチ。 T ショットだってもう嫌でしかったら、あ、ヒールとか言ってさ、こんな球打つじゃん。いや、それは手段だもん、だってだから硬いそれをさ、バカみたいにさ、どんな天気でも振ってたら、それはダメでしょ。ゴルフじゃないじゃん、だってそれ振るぞーって言いながら、ヒーってやってもフェアウェイ取るのがゴルフでしょ。いや、そうですよね。いや違う違う、お前、俺が言ってるお前の硬いゴルフっていうのはやっぱ刻みまくって。いや刻んでんじゃないですよ、マネージメントしてんの。いやだから刻み、俺から言わせたら刻みまくってんじゃんでもそれが正解なわけじゃん結局は。だから要するに狭いところにドライバーで打ってもには無理だから自分はね、うん、だからスプーンにする、まあ、技術的にね。そう技術、だからもう昔のタイガーが全英オープン勝った時みたいにさ、もう全部ツーアイアンでさフェアウェイ取って勝つって。タイガーと一緒じゃないですか一緒じゃないですか。いやいや、お前は勝てないよ刻みって曲がり倒したのね、最悪だからいやだから今日は、だからこのコンディションはなんていうの、最悪だねっていう。いやね、シニアやってっからね、うん、もう10歳過ぎてこの天気でゴルフできないのよ。しかもそうなんだよ、年いったら集中力持たないのよ、うん、やっぱりね。だから言ったでしょ、メジャーでね上位来れるのはシニアの場合ね、50代しかいないでしょって言ったでしょ。やっぱね60過ぎたらね集中力やっぱ持たないのよパーを重ねなきゃいけない競技になればなるほど、セッティングが厳しくなればなるほど。だからもしかしたら短くてバーディー合戦になったら、そりゃさ60過ぎのプロの人でもさガンガンいけるだろうけど、やっぱさメジャーのセッティングになったらさ、それは無理よ。ですね、うん。まじでこんな天気になってみろよ。もう俺じゃ帰るって言ってんだろ。もうここで帰ろうぜハーブで。じゃあ伝説のあの部屋行ったら靴下履いてなくて、なんで行くのかよっていう。台風の時でしょ。そう。
あれだったっけ、ね、富士山系だっけ、違う、大洗、大洗の雨だったんですよ、ダイヤモンドの時に。あったっけ、だから水戸の駅前泊まってで、行ったら靴下履いてなくて。え、3日目だっけそれ。そう、え、3日、ちょっと日にち忘れてたんですけど、お前こんな天気で、大洗よ、お前。結局でも行ったんだけど、え、行ってない、行ってない、道具だけ取りって、なんか道具だけ取り行くのだって結構バンタビやってっからもう忘れちゃったやし。そこはそれ言わないで。それ言わない、シシドも何回かやってるだろう、2、3回やってるだろう、道具取り行く、そう。そういうこと言っちゃっていいんですか、お前が言ったんだろう。視聴3000回だからね。いや、なめんじゃないよ、お前。あの、最近お前登録者数やばいんだから。そう、もう3万6000いってんだよ。エリカちゃん効果あるでしょ。まあ、エリカとか笹生とかね、うん、いや、それはもちろんだよ。気持ちの問題だろ。俺はヒートテック着てるから寒くないと思えるからいいんだろあれ。知らないけど。それは俺も知らないですよ。俺逆にさ、ああいうの履くとさ、はい、あの要は上はいいんだけど、うん、なんだろう、油が全部取られちゃって痒くなんだけど。そういうのない？ない。僕もともと乾燥肌だから。乾燥してたらな、そういうの。宮下さんみたいにもう常に寝ちょってたらそれは取られます。いや、さすがに足とかは寝ちょらないけど。何失礼なこと言ってんだよお前は。だって今油取られちゃって。いや、だからカサカサになるじゃん、ああいうの入ってたら。でも、もともとカサカサだから、むしろ塗ってくるんだから。いや、だ油ないからね。そう、だからヒートテック、だから油ないから油塗ってくるのがクリーム。あ、だもう番長と一緒だもんね。ヒートテックじゃなくてさ、今こう中にゴワゴワがついたさズボンとかあるじゃん。あ、はいはい、俺があのワークマンで買ってきたやつとかさ、ワークマン今珍しい、あれですっげえ去年買って成功したからまた今年も行くけど、な、何ワークマンって今なんて名前でしたっけ。あ、名前変わったんだ。 なんかね、ちょっと今どうする。いや、なんかカッパとかすごいいいらしいし、ゴルフ用のカッパワークマンしようかな。いや、しねえじゃん雨降ったらゴルフ。何を言ってんの。キャリー用のなんかこうで、カッパいらねえじゃんお前。お前キャディする時だけじゃんカッパ着るの。そう、でも大体もうこっから先の時期でお前雨降ったらもうカッパ着た瞬間トップ上がらねえとか言い出すじゃん。お前まだ40そこそこでお前トップ上がらないとかないから。ニュースのみたいにもともとトップ上がってなかったらさ、いいけど。いやいや、俺オーバースイングのタイプだからさ。いや、オーバーになったことないから。宮下さんのこっちにオーバーだから、こう来てないから、こうオーバーだから。今は違うよ。うん、今日弁当何しようかな。あ、そ、ちょっと待って、そうだそうだ、てか、この間のカレーイマイチだったろ。そういうこと言わないでください。なあ、ちょっとイマイチだったわ。うん、注文しますか。そしたら忘れてた木曜日っていうの。俺生姜焼き大盛り。お、ライス少なめ。じゃあ大盛りじゃないじゃん。ご飯の大盛りが無料だった。ライス大盛りで。いや、知らない。昨日ももさんに聞いたんでしょ、あんた。聞かなかった。忘れてた。いや、じゃあダメなんじゃない。もう、あんの、いっぱいあんの。いや、じゃあダメじゃない、さすがに。あんたいっぱい、あんたいっぱい持ってきてんだから、自分で。それでいいじゃん。うん。魚焼く、焼く。焼いたらええやん。もう、だってあんたの、この品数はもうすごいからね。昼から。さすがに2匹に
2つしかなかったら使ったらももさん怒るよ。これだけ1個それはやっぱジャムさん夜の楽しみなんだから、うなぎ食べる。もう一回、うん、あの冷凍室で掘り込んどこう、うん、まあ、もうやるつもりでいたんだ。恐ろしいわ。でもいや、タスがしかないから宮下さんだったらどういうかなと思って聞きに来た。いや、絶対あかんでしょ。うん、ちょっとはい、頑張ってください。頑張るくらいもないね。いや、みんな応援してるよ、おばちゃん頑張ってって。そばっかりよ、女の子誰が言うのって。そばっけがないの。今日、今回ゴルフどこでやってんの？女子は。女子は静岡。あ、静岡。シニアが栃木。あ、ほんま。まあ、シニアの人もみんな大方は出てるね。大方は出てると思うけどね。出てるでしょ。うん、あ、ほんま。うん、で、金曜日から木曜日から。いや、もう、女子は金曜から。あ、男子、あの、シニアはもうやってる。今日から。あ、今日からやって、うん、4日間ですもんね。3日間で。3日間。あ、ちょっと。わかんない、見てみないとわかんないけど、裏もあったらわかんない、うん、じゃあみんな行ってるね。それでだ、川岸さんが来てなかったのなんでかなと出てる。忙しいの、シニアと女子は。レギュラーツアーはないけど試合。忙しいよ。男子のゴルフは暇だね。暇だね、ほんまやね。違う、だって暇じゃん。暇やね、だってし何もやることお金稼ぎないじゃん。ほんまやね、試合ないもんね。どこ行くんだよな、ほんと。コロナの時期なのにさ。ね。大変やん。じゃあないんだ。あんたと一緒や。早く早く作ってき。皆さん、そしたら、うん、あの、この単品、あの、ハーフどうします？卵、豚肉と卵炒め。この間と一緒ですね。うん、この間のはうまかった。出ますな。まあでもある意味いいんじゃないですか、これこんな競技でもうさ勝てたのがさ、やっぱりさ、もうアプローチ戦とかパター戦。ちょっと待って、一回これ切ってきてから、それまた再生してください。分かってんだよ。俺がだからお前に基本的には勝てないのは分かってんだよ。基本はね。そりゃそうでしょ。いやでもね、もう小手端しか回らないパターンにしようかな。いや今度はもう僕だってちょっと頑張りますよ。もう本コースは行かないパターンにしようかな。勝ち逃げしようかな。でもちゃんと宮下さんのあれファンの人はね。でもね、やっぱ俺はね、一番ドライバーが好きだから、やっぱドライバー使えたら最高だよね。ドライバー使って勝てたらね。そう。いやでも俺も分かんないからね、今こんな15度になってさ。いや分かんない。半袖だったら負ける気しないですかって、そこの間みたいに。え？半袖だったら。いやいや、半袖だろうかな、あの長袖だろうか。で、長袖なんてちょっとあの、お前冬場のお前、あの東千葉、お前、あの4アンダーで回った時、お前、長袖やないか、セーターやないか。ゴルフにそのお前ら寒さ関係ねえじゃん。いや、あの時はね、あの時は良かったっていうなんだけど、あとそれちゃっくり出だすじゃん、グリーン周り。ああ、まあ、それは嫌だよね。それは俺もそうだよ。そりゃそうだよ。ちゃっくり、そのうちチャックバウアーの時期だからね、もう。いや、もういい加減克服してくんない、そのチャックバウアーは。だってジャックバウアーしないゴルフなんか無理じゃん。いや全部乗せれん。そうっすけど。ジャック出たけどね。だからもう冬場はさ、下手したらバンカーの方がいいんだろ、小暮。そう、バンカーの中途半端な薄っぱのフェアウェイとかよりも、はい、やっぱバンカーの方が全然寄せる。アプローチはね、あのグリーン周りは、うん、そうなんだ。浮いてたら別にいいっすよ。ああ、それはわかるけど、でもなんとなくその感覚わかるな。でもバンカーの精度も全然だからな、まだ。
いや、なんかもね、あの一発目はちょっと不安ですよ、そのコース行って一発目ね、うん、だからちょっとわかんない、こう砂の爆発量わかんないから、いつも行ってたら、あ、このコースは飛ぶとか、うん、飛ばないはわかりますけど、ちょっとトリッキーなんだよ、これ。でもな、負けちったからな。いや、それは負けるでしょ、だって基本ショートアイアンなもん。で、俺が あんまりまだ上手くない、要は6番とか使ってる ところの長いところでお前がポイント取るとかしない限り無理よ、あれは。あれはまあだってアプローチ戦だから。オッケー分かんないところはオッケーつけられたらそれは。あ、逆にあそこまで変なところの方のが俺寄るから。前から言ってんじゃん、ラフからのが寄るよとかさ。でもただ普通のライから打つことのこの難しさ。だって成功しなきゃいけないもんじゃん。そうそうそうですよ、フェアウェイど真ん中からはもうね、うん、逆に言ったらもうあんなさ、つま先がさ上がりとかさ、あんなモシャラフだったらさ寄らなくて当たり前だと思うから遊び心出てくんだよね。まあね、その遊び心がみんなあるかどうかなんですよね。この間はね、リュウタたちと回った時は遊び心一切ないからやっぱそういうところで遊び心じゃないですか。そうなんだよね、そうなんだよ。まあだから後々考えてさ、あ、何俺真剣にポイント取ろうとしてんのと思っちゃって。そうっすよ、こぐれてやってるぐらい。だからジャンボさんも言ってた、お前こぐれてやってる時が一番いいなって遊び心でしょ。そう、特にアプローチなんか遊び心なかったらそれは動かねえよ。だからロングパットは遊び心なんですよ。あ、ロングパットは大丈夫。俺はロングパットは全然大丈夫、遊び心ある。あるの？だショートパットだけガッて固まるの。ショートパットで遊び心ある人いないですけどね。でも昔のジャンボさんはさ、1メーターちょっとのやつお先行ったじゃん。 はい、あれ遊び心あるよね。遊び心っていう言い方おかしいけど、なんだ、余裕があるというのか。もう打ちたかったんじゃないですか。もう逆に早めに、だから次の選手のパットがもう、そしたら1人1分だから2分以上待たなきゃいけないわけ。2分、約2分、約2分って長いですよ、こうやってこのくらいパット残してて。それは長すぎだろ。だってライン読んでさ、はい、終わらせて次のティーグラウンドの方に向かってったとかさ。でもそう思えるか、お前試合やってて。俺は思わないそれをだってことごとく言えるんだよ。確かに。いや、でも慣れてる選手はちょっと先行けよってやつ、ちょっと後からみんなだって30センチも先行くの嫌がるもんね、うん、いやだってそれはね、30センチだって変な前とこ嫌ですよ。いや、変なとこは嫌だけどさ、ちょっとなんかこうやんなきゃいけなかったりとかさ、うん、俺は30センチでも長尺だからダメなのよ、うん、またいだりできないから、うん、うわ、腹減ってきた。ちょっと混んでるから遅かったからね、おばちゃんのトークがなかった。おばちゃんのトークの分で電話うなぎ使ってええんかねってやつ。ていうかもうやっぱうなぎは天然なんだから、もう小暮たちに出す必要ねえよ。ジャムさんだけでいいよ。